じゃあちょっと、はい、頻度すごい早いんだけど。そうです。ちょ、また来ちゃった。ありがとうございます。嬉しい。で、今日ちょっと来たのは確認したいことっていうか、まあまあもう率直に言うと、この間さ、リアル切れる生配信を体験してもらうってことでさ、あー、めちゃめちゃ楽しかったです、ね、楽しんでくれてたんだけどさ、はい、でそこで一応まあもし面白かったら SNS で宣伝してくれみたいなこと言ったら、なんかちょうど TikTok を始めようとしてるから、はい、もしこの綺麗な生配信の体験が楽しかったら、一発目の動画をぶち切る宇治原さんで的な。あ、そうですね。もともとやってなかったんですけど、 TikTok、うんうんうん、それを機にで、そうそうそう、うん、で俺の乗せてくれるって話だったと思うんだけど、今日まあそのことでちょっと来てんだけど、はいはいはい、早速ちょっとそのもう作ったアカウントあるじゃん。はい。え、お前が作ったアカウント、はい、まあまずじゃあ1個目、はい、タコに関しても面白い話はいっぱいあります。まず一つぶっちゃけて言うと、タコ脳みそ9個あります。足8本あるけど、あそこに一つ一つに脳みそあって、で上の部分にも当然あるわけやけど、まあっていう動画が1個目だよね。はい説明してくれる？でだからタコっていうのは脳みそ1個じゃない。それじゃないな。意外と足にも。全然この話だけじゃ分からなかったから詳しくって言ってないんだよ俺。どこなんだろうな、この動画にぶち切れじゃなくて、これどこに映ってるのかな。で、もう早くも5個上げてんだけど、全部ウオガーシーだな。はい。一応全部見たんだけど、全部それなりに身になるような話の面白話が。ウオガーシーの。ウオガーシーチャンネル。海産物の裏側全部暴きます。ブチギレウジアの動画ねえじゃん。これとかでも、これ、なんかフグに関して教えてくださいみたいな、コメントあったんで言わせていただくと、フグは、ぶっちゃけ言うと毒ないです。で、なんで毒ないかというと、あれフグ自身から毒が出てるわけではなくて、結局プランクトンとかいっぱい食べた中の、毒の蓄積されてるだけやから、だから、フグ自体から毒出してるみたいに言ってんな、フグ。なあ。お前、それ、お前許さんからな。ただの面白いと思うから。いや、でも、その、許さんからな、みたいな。ところで、その、ぶち切れ感を感じていただけたらいいな、と思って。皆さん、俺そんな怒りといえばブチギレ宇治原って人ほとんどいないよ。お前がなんか許さんからなんとこで、あっ、これブチギレ宇治原じゃねなってるんだとしたら、コメント欄見てみようかと思うんだけども、タイの裏話ありますとかしかないんで、ウニでお願いします。もういっぱい切ってるじゃないですか。ほら、クラゲに関する秘密も知りたいでーす。おー、フグを皮切りにいろんな魚の情報知りたいですってコメントが寄せられてます。一個もないな、宇治原が。でも宇治原さんがなんかコメントしてくれてまして、俺がね、俺の要素はどこにあんだよってコメントしたんだよね。そしたら投稿者がいいねしましたとだけ書かれてるんだけど。いや、なんかいいねと思ったんだよ。いや、すごいメンタルしてるなお前。すごいいいね。いいねじゃん、バレた。バレた。バレただよ、本来の人間は。約束と違えじゃん。いや、でもちょっと戻ってください、うん、このプロフィールのところ読んでくださいよこれ。ブチギレ宇治原さんを広めるためだけに始めました。僕はどうでもいいので宇治原さんをよろしくお願いします。ここ読むやつあんまいないんだよ。ほとんど読まないっていうことを、俺全動画のコメント欄を見た結果分かったから、今回。マジか。確かに。お前のおかげで TikTok 知識が上がっちゃってるから、俺の中で。それはほんまに良かった。アカウントにとっても良くないんだよ。意味わかんねえから。うおがし面白いっつって、ダブルいいねしてみんな、よし、フォローしようって、プロフィール見たら、ぶち切るうちやさん広めるためだけに始めました。もう、はてなんだよ。わけわかんないから。
でもほんまにその気持ちはほんまなんですよ。これちゃんとやってこう、うん、リンクもちゃんと貼ってますし、押してみてください。片方へのリンクじゃないかよ、お前の。今俺本当に自分のだと思ったよ。本当に自分のだと思って、俺なんか俺あそこは見てなかったと思って、あそこまで応援してくれねえのかよと思った。岡田応援が出てきたよちゃんと。なあ、いやでも出てるからぶち切る自販遠い。なんで何段階か後にするの。インスタもバレるんですもんね。インスタイカの寿司しか出てこねえじゃないか。なんでそんな言い方する。なんで一瞬期待さすんだよ。イカのお寿司からイカ寿司、イカの寿司、イカ寿司、ブチギレ、ブチギレ宇治原。もうイカからイカ寿司までが荒いもんね。イカ寿司、イカ寿司、雷、雷親父みたいな、ブチギレ宇治原。雷親父から俺まで行く人いんのかな。いや、いるだろ。なんだお前。わかりました、あげます。あげる。はい、絶対絶対絶対です。これはそれはどういう動画になるわけ。6本目にも。6本目って次だぞお前。はい、もうこの動画を出る頃に上がってるってことな。もちろん上がってますよ。で、何や。で、何やったら、おうおう、もうこの5本全部消して、うん、リンクも変えて、うん、あのインスタも全部変えてます。もう宇治原さんのやつ1本目で、お YouTube のリンクも、うん、全部変えて、フォローしてる人も宇治原さん以外も全員外します。それはなんか俺が変な感じなのかやめて。はい、残します。それは残して、これだけは残させてください。じゃあ、うん、一掃します。一掃ね。はい、オッケー。はい、じゃあちょっとその動画を待ってたな。はい、まあ判断しよう。はい、お願いします。で、まあね、あんまこういうのちょっとネガティブで良くないかなと思うんだけど、はい、あのもしその動画が全然違うのだった場合に、あのこっちから。はい、そういうの当たり前ですか。もう一言だわ、うん、チャンネル登録外して出てけ。出てけ出てけ、来んなよ二度と。